日本時間3月2日、鈴木誠也、カブス、がホワイトソックスとのオープン戦に、2番、右翼、でスタメン出場。2打席だけ出場し、1打数0安打1死球で途中交代した。試合はカブスが4点を勝ち越された直後の5回裏に5点を奪い、10対6で逆転勝利。 カブス2番手のハビアー・アサットは2回5安打4失点と打ち込まれたものの、打線に助けられて勝利投手となり、ホワイトソックス5番手のコールダンシングが逆転アーチを浴びて敗戦投手となった。オープン戦初出場から2試合連続安打をマークしている鈴木は、2番、右翼、デスタメン出場。 一回裏虫一塁の第一打席は死球を選んでチャンスを広げたが、後続が三者連続三振に倒れ、チームの得点にはつながらなかった。三回裏に死走者なしで迎えた第二打席はファーストフライで凡退。五回裏に第三打席が回ってきたところで代打を送られ、途中交代となった。 試合は3回表にポールで4グの儀比などでホワイトソックスが2点を先制。カブスは4回裏にマットショーのタイムリーなどで同点に追いついたが、5回表にニッキー・ロペストで4グのタイムリーにル塁打などで一挙4点を勝ち越された。しかし、直後の5回裏にカブス打線が爆発。ヤン・ゴームスのタイムリーとマイルズ・マストロボーニの儀比で2点差に詰め寄り、 応援ーシーの1号スリーランで試合をひっくり返した。その後、6回裏に2点、8回裏にも1点を追加し、2桁得点に到達。10対6で逆転勝利を収めた。